日本生命の木倉智樹です。さあ木倉選手、アジア大学出身ということなんですが、はい、たくさん私もいろんな選手取材している中でやっぱりアジアはね、はい、厳しいっていう、もう二度と戻りたくないって声を聞くんですが、その大学と今社会人に入ってどう違いますか？大学と違って、うん、その社会人はトーナメント制というか、はい、大学はリーグ戦で、はい、あの言い方はちょっと難しいですけど、はいはいはい、負けても次があるというか、うん、大学はそうだったんですけど、うん、社会人はやっぱトーナメント制で一つ一つ負けられないというか、はい、そういう大事なところなので、やっぱこう入ってみて選手先輩方の、意識の高さであったり取り組む姿勢というのはすごく勉強になってますし、うん、でその中で自分も、その中やれてるっていうのは本当にすごい、いい経験だと思いますし、本当にやってやろうっていう気持ちが強くあります。確か社会人野球都市対抗とか見てました？はい、見てました。なんか印象に残ってる試合とかチームとかあります？これまで特に印象っていうのはないんですけど、うん、本当にその社会人の方々も若手の選手でもベテランの選手も関係なく、その一生にこう対する執着心というか、そういうがむしゃらさっていうのがすごく伝わってきていますね。はい、あの持ち味ってご自身では、もう超積極的なプレーです、ね、本当に、はい、熱いプレーです。熱いといえば、はい、アジア大学出身の松田選手がいますけど、はい、同じ三塁手。あ、そうです。ですよね。はい、そこも意識して、うん、その偉大な先輩がああいうふうにそのプロの世界で、場所違いますけど、あのように熱くやられてるのを見て、うん、すごいあの尊敬の面であの見てますし、自分もああいうふうに熱く、はい、やりたいなと思ってます。すごい熱そうな感じが伝わってきますね。福倉選手の人となりをいろんなこと聞きたいんですが、はい、趣味なんかありますか？野球以外。趣味は、はい、サウナに入ることです。おお、サウナーですね。はい。なんかあります？自分の何分何セットみたいな。まあだいたい10分、はい、3セットぐらいで、うん、外気浴というか、うん、あの水風呂に入ってからしっかり外の、はい、空気に触れて、はい、あのしっかりと汗を出して、はい、体を整えるということが、はい、好きな食べ物なんでしょう？好きな食べ物はスイーツです。おお、本当ですか？はい、イメージないですね。何が好きなんですか？エクレアです。わかる、めっちゃ好き。私も一番好きかも。はい、あのチョコのね、硬さが、はい、どんなとこが好きなんですか？いくら、まあ、シュークリームと似てるんですけど、うん、やっぱりまたチョコがコーティングされてるっていうのがあのいいところだと思いますし、あの、まあ、あのボリュームもあって、うんうん、あのすごく美味しいなと思います。さあ、それではルーキーということで今後の意気込みを聞かせてください。はい、はい、まあ、1年目ですけど、やっぱりレギュラーとして、活躍したいと思ってますし、日本生命の、少しでも力になれるように、もう熱くやっていきたいと思います。